はい、どうもこんにちは、渡辺です。今日はですね、2020年に本当にもうたくさんのですね、ガジェットをレビューしたり触ったりしてきたんですけども、その中でも、まあ、特にね、ワクワク感が強かったガジェットですね。使っていて楽しい、ワクワクするっていう、そういうガジェットをですね、まとめて紹介してみようと思います。で、結構自分自身で購入するガジェットの中には、自分の趣味で買ってるようなものとかも含まれるので、そういったものはですね、自分のメインチャンネルの方で、これからベストバイ、年間ベストバイとかもやろうと思ってるんですけど、今回こちらのムーブーの方で紹介していくのは、自分で購入したものも含めますし、あとタイアップとかで触ったりとかレビューしてきたことがあるガジェットの中でも、本当にこれはいいなと思ったもの結構たくさんあるので、そういったものもひっくるめてですね、2020年に使って面白かったガジェットをですね、まとめてみました。早速ね、紹介していきたいと思います。行きましょう。はい、ということで、まずですね、早速紹介していくのが、このメインチャンネルで一度も紹介したことがないんですけども、こちらでございます。はい。こちらはですね、この VR のヘッドセットのOculus Quest 2っていうものになります。はい。実はこれですね、メインチャンネルで一度もレビューはしてないんですけども、Oculus Quest の公式チャンネルの方を見ていただくと、実は渡辺でチラッと登場してるんですよね。ちょっと Oculus Quest さんとのタイアップで、このアクセサリー紹介のお仕事をしたんですけども、まあ、その時にね、このデバイスの方を送っていただいたものがあるんですが、これがですね、個人的には、実はめちゃくちゃハマってまして、ソフトもかなりダウンロードしたんですけども、装着してますね。これ一応メガネかけたままでもできます。ちょっと装着してますね。一応このね、ヘッドバンドの方を、こうやって、ベッド、アクセサリーで購入したんですけど、こういう感じで。つけやすくなるバンドもあるので、これを使うとね、結構装着も、簡単にできるんですよね。で、一応今これヘッドセットつけてるんですけど、これ今ね、見えてるんですよ。これカメラがついてるから、この状態でもちゃんとね認識できてます。一応白黒なんですけど、これね、静止モードと歩行モードってのがあって、こう座ってプレイするのと、あと歩きながらね、この動きながらプレイするモードもあります。今ちょっとね、静止モードで使ってるんですけど、今ちょっとね、録画をしてるんですけども、こんな感じでたくさんね、ゲームとかがあって、この見渡すとね、すごい、今和風な部屋にいる感じになってるんですけども、こんな感じでゲームとかたくさんあります。スピーカーというか音もここから出てるんですけど、その音のね、結構音質というか臨場感もすごくてですね、これをつけてるだけで、もう本当ゲームの世界にですね、入り込むことができるって感じで、めっちゃ楽しいんですよね。すごい。伝わるかな、これ。今これナショナルジオグラフィックみたいなゲームとかをやってるんですけど、すごい臨場感あるんですよね。もちろんアクション系のゲームとかもたくさんあるんですけど、一昔前よりもこの解像度が上がってるというか、この VR 空間へのこの臨場感というかね、没入感がね、高まってるんですよね。はい、今こういう感じで、来たんですけど、手とかもすごくね、細かく認識しますね。上にいるみたいな感じで。うわ、すごい。もうほんとここにね、今カヌー来てるみたいな感じになったりとか、すごいんですよね。この世界に入り込む感じが。はい、今、カヤックに乗って出発してるんですけど、こんな感じで旅できたりとかするんですよね。めっちゃ楽しいもん、これ。で、カメラをね、覗いて、写真撮ったりとかできるんですよね、この中で。楽しい。っていう感じで、まぁ、ちょっとね、今も実際に Oculus Quest 2やったんですけど、ゲームタイトルも結構増えてきましたし、そもそもこれね、ワイヤレスなんですよね。電源も、このバッテリー内蔵になってるので、もうこのまんま、もうこれ装着するだけで立ってプレイできます。数時間はバッテリー持ちますので、十分ね、これだけでプレイできるっていうところ。もう完全にワイヤレスでできるので、まあ、運動にもなるし、没入体験ってもうすごいです。
実際はですね、こう立ち上がって歩行モードでプレイした方がこの没入体験というのはすごく高まるので、そういう感じでプレイすると本当にね、今でもかなり感動できるぐらい楽しいんですよ、うん、っていう感じでまず、1つ目の紹介がオキュラスクエスト2になります。こちらがですね、容量別になってて安い方 64GB だと 37,000 円とかで購入できるので、まあ、この体験ができるデバイスとしてはかなりお手頃かなっていうふうに思います。こちらがまず一つ目ですね。で、次ですね。2020年のベストガジェット大賞二つ目ですね。こちらになります。はい。iPhone 12 Pro Max ですね。こちらはですね、今年はですね、iPhone シリーズは iPhone 12 mini、それから iPhone 12 Pro、そして iPhone 12 Pro Max、そして iPhone SE とかも購入して、まあ、それぞれレビューとかを出してきたんですけども、今年レビューしてきた iPhone の中で一番この満足度が高かったのは、個人的にはこちらですね。iPhone 12 Pro Max になります。こちらですね。ゴールドのカラーになります。Pro Max の特徴としては、6.7 インチのこの大画面のディスプレイが搭載されているところと、カメラですね。こちらトリプルカメラが入っていて、望遠の倍率が一番高いモデルになります。それと、センサーサイズが一番大きいっていうところですね。写真や動画も、この iPhone シリーズの中で一番いいものが撮れるという iPhone になっています。で、特に動画性能が本当にすごくてですね、今年のスマートフォンのカメラ性能、特に動画部門で言うと、一番かなっていうふうに思います。iPhone 12 Pro Max。4K60p もいけるしね、そういうところも強いですし、まあ、HDR 撮影ができたりとかね、すごくいろんな強みがありますし、最新のアップデートで、写真でこの Apple の Pro Raw っていうね、モードで撮影ができるようになったりとか、結構カメラ性能がバリバリ強くなったっていうところですね。そこも素晴らしいと思います。であと今年の iPhone は、この iOS14 になってからですね、こういったウィジェットをですね、配置できるようになりました。これによってこの画面のカスタマイズ性が今までよりも高まったりとか、そういうメリットもあります。まあ、ちょっとホーム画面をいじるのが前よりも楽しくなったかなっていうところですね。あとバッテリー持ちもすごくいいので、まあ、お出かけするときとかにバッテリーを気にせず使える大容量バッテリーっていうところも、iPhone 12 Pro Max のいいところかなと思います。あと基本的にこのディスプレイがすごい綺麗っていうところとか、スピーカーの音質がかなり高かったりとか、まあ、最もハイエンドの iPhone ならではのメリットっていうのも感じることができます。特に iPhone の中で大画面が好きな人にはお勧めできるものですね。で、ここまでの大画面が必要ない場合は iPhone 12 Pro とか、逆にすごく小さい画面がいいっていう場合なんかは iPhone 12 mini とかもお勧めですね。まあ、そのあたり、まあ、比較レビューとかも出してますので、気になる方は渡辺のメインチャンネルの比較レビューをご覧いただければと思います。ということで、今年のベストガジェット2つ目が iPhone 12 Pro Max になります。はい、ということで、今年のベストガジェット3つ目ですね。結構本当にたくさんいろいろ紹介してきたので、ワクワク感が強かったとか、まあ、広くいろんな人にお勧めできるガジェットはどれかなと、まあ、いろいろとね、振り返ってみて、検討してみたんですけども、次紹介していくのがこちらになります。はい、ちょっといろいろとアクセサリーがついてるんですけども、ソニーの ZV-1 っていうこちらコンパクトデジタルカメラですね。こちらがですね、まあ、今回紹介していく3つ目です。ちなみにマイクは、今 ZV-1 についてるマイクは、80っていうところのマイクですね。D4 Duo っていうマイクになります。こっちとこっちの両方から音が取れるっていう Vlog 向きのマイクですね。こちらを普段装着してます。一旦ちょっとね、わかりやすいようにマイクを外します。ZV-1 はですね、ソニーのこういったカメラとして初かな、このバリアングル液晶になったんですよね。これによってこの YouTuber すごい撮りやすい仕組みになったっていうところ、自撮りがしやすいっていうところですね。まあ、このおかげで、まあ、たくさんの YouTuber がこちら購入したと思います。まあ、すごく気軽にですね、いい映像で撮れるので、持ち運び用の小型のカメラとしてすごく優秀です。で、ここに大きくマイクがあるんですけど、ここの上にですね、この専用のこのウィンドスクリーンをですね、つけてあげると、これで風切り音を防止して、外撮影ができるっていう仕組みですね。素晴らしい。もう本当ね、まあ、これを考えてくれた人には本当に感謝したいなっていう感じで、このウィンドスクリーン搭載してくれたのはすごくいいです。で、電源つけるとこんな形になりまして、レンズの明るさがこちら F1.8 となってますので、コンデジですけど、結構背景ボケとかもあります。1インチセンサーの F1.8 なので、この状態でまあ自撮りとかをするとですね、結構いい感じにこの背景とかもふわっとボケますので、ちょっとこのおしゃれな映像の Vlog とかを撮りたい人も撮りやすいカメラになってます。もちろんソニーのカメラですね、給電しながら撮影することもできますので、マイクロ USB にはなるんですけども、こちらで給電をしながら撮影とかもできますので、バッテリーの心配なくですね、長時間撮ったりってこともできます。まあ、結構ね、万能に使えるカメラですし、
画質も音質も申し分ないですし、マイクも装着できますし、これから YouTube を始めたい人の最初の一つ目のカメラとしてもおすすめしたいなというふうに思ってます。で、結構ね、ソニーのミラーレスカメラとかを購入するようになると、すごくお金がかかります。レンズとか、さらにいいマイクとかね、どんどんこの機材にお金がかかっていくんですけど、ZV-1 を最初のカメラとして購入したとすると、結構ね、最初の初期投資を抑えられるんですよ、YouTuber として。もうレンズもこれ1個で幅広く撮影できるので、まあ、こだわりすぎずに適度にいい画質で動画を撮るっていう場合にぴったりなカメラになってます。手ブレ補正もアクティブ手ブレ補正でしっかり効くので、まあ、多少動きながら撮影しても、まあ、安定した映像で撮ることができます。はい。ということで、ZV-1、今年のベストガジェットの3つ目になります。はい、ということで今年のベストガジェット4つ目がですね、こちらになります。こちらがですね、DJI ポケット2っていうね、小型のジンバルカメラになります。いや、これも本当にね、今まで DJI のオズモポケットっていうカメラがあったんですけど、そのオズモポケットの時に、この言われていたこのデメリットになる部分を、まるっとね、解消してきた。すごくですね、これ安定してていいカメラになります。特徴をおさらいすると、一応電源をですね、入れると、いきますよ。はい、こんな感じで、今ついたんですけど、まあ、ジンバルなので、ブレのない映像で動画を撮ることができるっていうカメラですね。まあ、小型のジンバルになってます。で、このまま持ち歩いて撮影してもすごく綺麗だし、前モデルとの特徴の違いで言うと、画角がね、広くなりました。前のモデルが 26mm っていう画角だったんですけど、今回 20mm となりましたので、真ん中のボタン3タップで、こんな感じで、自撮り方向に向けて、自撮りをすることができます。で、自撮りをするときにもちろんこの画面をですね、確認しながら、自撮りができますので、どう映ってるのかっていうのを確認しながら撮ることもできます。で、今回 DJI ポケット2になって、このマイクの性能も高くなったので、いい音でね、動画を撮れますし、風切り音も結構カットできるので、風のことをあまり気にせずに動画を撮れます。で、あとすごい神がかってるのが、これなんですよね。DJI ポケット2の、クリエイターコンボに入ってくる、これワイヤレスマイクになってます。で、この下の方に、実はですね、拡張のこのアダプターがついてるんですけど、これがワイヤレスマイクの、まあ、レシーバー受信の方になってて、マイク兼この送信機になってますね。この上にこれマイクがついてるので、一応この上に直接、まあ、こういう形でですね、はい、ウィンドスクリーンをつけて、ここにマイクをつけて、音をここから撮るっていうことができます。まあ、そうするとより安定した音で、外撮影とかできますので、もうこの仕組みがね、整ってるっていうのが、もうかなりすごいと思いました。はい。もう DJI、オズモポケットの頃と比べて、もう圧倒的にですね、まあ、楽しく使いやすくなったのが DJI ポケット2になります。で、こちらに関してもレビュー動画をアップしてますので、詳しく映像とか見てみたい方は、ぜひそちらをチェックしてみてください。で、次最後になるんですけど、今回ですね、まあ、いろいろ振り返ってみて、結局毎日使ってるのって何なのかと、思ったんですよね。紹介した後、毎日必ず使ってるものって考えたときに、一つ思い当たるのが、こちら。はい、今に設置したテレビです。はい。テレビですね。最近テレビを置かない人ってのも、まあ、増えてきてるんですけど、やっぱりね、テレビがあると、まあ、特にゲームするときとか、YouTube とかを大画面で見るってことも結構あるんですけど、この 4K の75インチのテレビ、これをね、今年、レビューしたんですけども、ハイセンスっていうところのテレビ、75U8F っていうものを今年レビューしました。これ 4K テレビなんですけども、4K テレビ75インチとしてはかなりね、コストパフォーマンスが高いです。19万円ぐらいですね。20万円いかないぐらいの価格なんですよ。75インチでっていうところなんですよね。で、結構このテレビも特徴があってですね、すっごい極限までベゼルレスでスタイリッシュなデザインになっていたりとか、倍速パネル対応になってますので、120Hz ですね、対応してますというところとか、もちろん内蔵のアプリケーションで YouTube、Netflix とか、そういったサブスクサービスとかも見ることもできますし、キャストすることもできます。で、あとハードを接続したりすると、テレビ番組を、ハードに直接録画して見ることもできますので、年末年始の番組とかね、そういったものを、まあ、ハードに録画してね、後からちょっと気になるものだけチェックしようかなと思ってるんですけど、そんな感じで使うこともできます。だからレコーダーとかもいらないんですよ。で、音に関しては、もううちはですね、サウンドバー使ってるので、テレビの音を使うことはもうないですけど、結
構デフォルトのテレビの音もなかなかいい音で鳴らしてくれますね。というところもあったりとか、でっかいテレビってね、結構ロマンがあって、今年設置してみてかなりね、まあ良かったなっていうふうには思ってます。8K テレビとかも出始めてますけど、8K ってまだめっちゃ高いので、なかなか手は出にくいと思うんですけど、そろそろこの 4K テレビのお値段がだいぶ下がってきているので、4K の大きいテレビとかも、まあ結構本当に数年前では考えられないぐらいお値段が下がってきてますので、まあちょっとこれから、大きいテレビ導入してみようかなって方も、導入しやすい価格になってるかなっていうふうに思います。まあ、設置した後ですね、本当に1日たりとも使わない日はないっていうぐらいですね、まあ、毎日使ってます。うちで使ってるのは、まあ、YouTube と Netflix と D アニメストア、あとはゲームですね、Xbox のシリーズ X とか、4K の映像を出力できるゲーム機とかもあるので、そういったものでフル画質で楽しみながらですね、最近使ってます。まあ、いろんなテレビのメーカーありますけど、ハイセンスは結構ね、安くてそこそこ品質が高いっていうのが特徴のメーカーになりますので、コストパフォーマンスを重視してテレビを選んでみたい方はぜひチェックしてみてください。ということで、以上になります。以上、渡辺のメインチャンネルの方ではですね、またちょっと趣旨を変えてですね、ガジェットにとらわれずにベストバイとか、公開しようと思ってますので、そちらの方も合わせて、見ていただければと思います。ということで今日はムーブーの方で、今年最後の動画ということで、2020年のベストガジェットをまとめてみました。ではまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。